ピコカンピコーン、ホルナイブ3期生のサラピコラピコー、ごめんなさい、ちょっとミュートしてたかも。あー、トツ出てくれてありがとう。ペコちゃんとちょっと1対1で話すの初めてで、でもちょっとこれを機に仲良くなりたいと思って、ちょっと思い切ってトツしました。いやありがとう、嬉しい。ペコアラね、ちょっと、うん、聞きたいことが。ね、なに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 。なんかペコーラがそのデビューした時に、うん、ツイッターで、うん、これからよろしくねみたいなリプライをもらったと思うペコなんですけど、うんうん、はい、その時にあずちゃんって呼んでいいよみたいな感じで言ってくれてたとペコーラは思っていて、うん、でペコーラは配信とかでなんか時々にあずちゃんの話が出た時にあずちゃんって呼んだらリスナーからなんか、いやお前それお世辞ってこと分かってねえのって言われて違う、なんかこう言われたんだけど、あれってお世辞じゃない、違うよ違うよ、めこちゃんあずちゃんって呼んで、ここでちゃんと証言しとく。いいのね、よしいいけどね、レッドボーダーもあずちゃんって呼んで呼んで呼んで、リスナーがお前あれ社交